2008年ジンバブエ大統領選挙は2008年にジンバブエ共和国で行われた大統領を選出する選挙である。選挙はロバート・ムガベ大統領の身体を問うものとして注目された。ムガベは1980年のイギリスからの独立以来、独立の英雄として長年権力の座につき強権的な政治体制を構築した。その一方で、 2002年に白人大農場の土地強制収容を行い、大幅な生産源を招いてインフレーションが進み、2008年1月にはインフレ率が前年同月比で10万を記録するなど、経済を崩壊させた。選挙には、現職で5000を目指すロバート・ムガベ大統領に対し、最大野党の民主変革運動のモーガンさん議い議長、 新浜子に現在無償、ラント,ントーンガナが挑んだ。3月25日に投票が行われ、残疑イが最多得票を獲得したものの、過半数に達しなかったため、6月28日に決選投票が行われることになった。しかし、決選投票までの間に、野党支持者に対する脅迫や暴行が横行し、ザンギライは選挙からの撤退を表明。投票は、 予定通り行われ、ムガベが再選を果たした。これに対し、欧米諸国からは、非難が、相次ぎ、ジンバブエ国内は、混乱が続いている。2007年3月30日、与党ジンバブエアフリカ民族同盟愛国戦線の、党中央委員会が非公開で開かれ、ロバート・ムガベが、大統領選挙の候補に選出された。2008年2月5日、 2002年まで財務省を担当していた新馬マコニが国の再生を訴えて出馬を宣言した。これを受けて所属政党の ZANUPF はマコニを除名し無所属で立候補することとなった。一方で ZANUPF の一部幹部や MDC の分派がマコニの支持を表明するなど一定の支持を取り付けた。2月11日には 2002年の大統領選挙にも出馬した MDC 議長のモーガン・ザンギライが出馬を表明。2月15日、選挙管理委員会により、ムガベ、マコにザンギライの3人が登録された。また、ラントン・トーンガナが4人目の候補者として登録された。選挙監視団については、南部アフリカ開発共同体、アフリカ連合、イラン、ベネズエラ、 ロシアなどから47団体の派遣を受け入れたものの EU 諸国やアメリカ、日本などからの派遣は拒否した。また、大半の欧米メディアは入国を認められなかった。投票は3月29日に行われ、即日開票された。また、同時に上院、下院選挙と地方議会選挙の投票も行われた。野党、民主変革運動は3月30日に。 独自集計の結果をもとに、勝利を宣言した。4月2日には、残ギライが50.3%、ムガベ43.8%を獲得したとして、改めて勝利宣言した。しかし、即日開票にもかかわらず、戦艦からの投票結果の発表はなかなか出ず、4月4日には、与党ジンバブエアフリカ民族同盟愛国戦線の、幹部会議にて、 決戦投票に臨む方針を示した。さらに、ZANUPF は選挙結果が出ないうちに、票の再集計を指示。MDC 側は、ZANUPF が票を不正操作していると指摘した。投票結果の発表が遅れる間に、与党支持者や退役軍人などによる野党支持者に対する暴力行為が横行。 政権もこれに大きく関与したとされ、無ガベの票を過小集計したとして、選挙管理委員5人が逮捕された。また、4月3日夜、許可なく取材活動を行ったとして、ニューヨークタイムズの記者とイギリスのフリージャーナリストが警察に拘束された。MDC は投票結果の即時公表を求めて、裁判所に提訴したが、4月14日、 ジンバブエの高等裁判所は訴えを退けた。この判決を受けて MDC はゼネストを行ったが、不調に終わり、16日に、警察はゼネストを計画した、野党支持者56人を、公務執行妨害で拘束した。4月25日には、警察当局が、MDC の本部と独立系選挙監視団の、ジンバブエ選挙サポートネットワークの事務所を捜索した。 この捜索では、MDC 支持者の数十人が拘束され、ゼゼンでは、書類が押収されたという。一方、下院選挙では、ZANUPF は97議席で、過半数を割り、MDC が主流派、分派と合わせて109議席を獲得した。ZANUPF は、野党の23議席について、再集計を要求したが、集計結果は変わらず、 独立依頼発の与党敗北が確定した。上院では、与野党が、それぞれ30議席を獲得した。選挙結果は5月2日に発表され、参議来が全得票の47.9%、無我部は43.2%を獲得した。この結果、過半数の票を獲得した候補者がいなかったとして、選挙規定により決選投票が行われることとなった。 選挙規定では、決選投票は、1回目の投票から21日以内に行われることになっているが、5月17日、選挙管理委員会は6月28日に、決選投票を実施すると発表した。MDC は、決選投票に臨む姿勢を示し、マコに、側が残疑来の指示を表明した。残疑来は、たびたび警察に拘束を受けるなど、 選挙活動を妨害され、6月12日には、MDC の天台ビティ事務局長が、国家転覆罪などの罪で逮捕された。また、MDC 党員の原レ市長の妻が殺害されるなど、MDC 支持者の殺害も相次いだ。また、6月5日には、3月の大統領選に絡む、暴力事件を調査中の英米の外交官9人が、拘束されている。 ムガベは6月20日にブラワヨで演説を行った際、私を解任できるのは神のみだと言い放った。6月22日、ザンギライは選挙からの撤退を表明し、在原レオランダ大使館に保護された。6月23日には警察によって MDC 本部が強制捜査を受け、一連の暴力事件から避難してきた人々など60数人が拘束された。 6月25日、ザンギライはガーディアンに寄港し、国際社会に対して平和維持部隊の投入を要請した。しかし、ZANUPF はザンギライの撤退は無効として投票を予定通り行うことを表明した。投票日の延期を求める国際的な要請の中、投票は予定通り6月28日に行われた。ZANUPF は 政府形視ヘラルドにて、空前の高投票率と発表したが、au の選挙監視団は、投票率は低かったと語った。実際の投票率は42.37%だった。選挙結果は、ロバート・ムガベが、得票数の85.5%を獲得して、勝利したが、撤退を表明していたザンビライへの投票や、白紙の投票も一定あった。 ムガベは6月29日に就任宣誓式を行った。ムガベ側は MDC と対話する構えを見せたが、MDC は対話を拒否。南アフリカのタボむべき大統領が積極的に仲介に乗り出し、7月10日には南アフリカのプレトリアで与野党の協議が行われた。7月21日には、 暴動の収拾を図るための与野党協力に向けた覚書が、ハラレで調印され、ムガベとザンギライが握手を交わした。連立政権受立に向けた調整は、両者に加えて、MDC 分派のアーサー・ムタンバラも参加して行われ、一時、中断するなど、右与曲折があったものの、9月15日に、与野党連立に合意する文書に調印した。ムガベは大統領に泊まるが、 サンギライが首相に就任し、閣僚は、与党が15、野党が16となった。しかし、ムガベは、連立政権の主要ポストを、ZANUPF の議員を指名。サンギライはこれに対して、連立撤回を示唆し、連立は再び暗証に乗り上げた。10月20日から、アフリカ諸国の首脳らによる連立に向けた、特別会議が、スワジランドの首都、 ムババーネで開かれたが、ツァンギライは、緊急渡航書類が19日午後に到着したことに、抗議し、欠席した。11月20日に開かれた南部、アフリカ開発共同体の緊急会合では、内省を分割するなどの妥協案が提案されたが、ツァンギライ側は拒否した。この間、ジンバブエ国内ではこれらが蔓延し、多くの死者を出している。 2009年1月26日、南部アフリカ開発共同体の緊急首脳会議が南アフリカのプレトリアで開かれ、ザンギライが首相に就任することが決定した。2月11日、ザンギライが首相に就任し、選挙から約1年の月日を要して連立政権が樹立した。この問題に関して、アメリカをはじめとした欧米諸国は制裁強化について言明し、 6月27日には、イギリス政府が、ムガベの KCB 借位を剥奪。ドイツ政府も、ジンバブエに、紙幣用紙の供給を行っている国内の印刷会社に対し、用紙の供給停止を要請した。また、イタリア政府は中ジンバブエ大使を6月30日に、召喚した。また、 6月13日にアメリカのマサチューセッツ大学がムガベに授与した名誉博士号を剥奪した。7月22日 EU 外省理事会は新たに政府関係者37人の渡航禁止4企業の資産凍結をする制裁決議案を可決した。7月25日にはアメリカがジンバブへと関わりの深い一個人と17団体のアメリカ国内の資産を凍結した。 南部アフリカ開発共同体は4月12日、ザンビアの首都ルサカで緊急首脳会議を開いた。ムガベは会議に欠席し、代理として閣僚を派遣したが、ザンギライは出席した。会議では選挙結果の早期発表を求めるとした宣言を採択して終了した。6月25日には南部アフリカ開発共同体の安保担当の アンゴラスワジランドタンザニアが首脳会議を開き、投票日の延長を求めた。7月1日、アフリカ連合の首脳会議がエジプトシャルムエルシェイクで開幕し、ムガベ大統領も出席した。冒頭演説で議長のジャカヤキクエテ、タンザニア大統領は、ジンバブエ国民を祝福するとだけ語るなど、ムガベに遠慮する場面が多く見られた。翌日に採択された決議では、 与野党間の対話と挙国一致内閣の樹立を求めるにとどまり、権力の正当性については言及されなかった。選挙後の連立政権樹立に向けても、アフリカ諸国は積極的に仲介に乗り出し、10月20日にスワジランドのムババーネで両者による特別会議を開催したが、残疑来の欠席により進展はなかった。11月10日には、 南アフリカのヨハネスブルクで南部アフリカ開発共同体の緊急会合が開かれ即時の連立政権樹立を求めた。6月23日、国連安保理は政権の対立候補に対する脅迫、暴力を認め自由な選挙運動を保障するように求める避難声明を採択した。6月30日、来日中の半期分、国連事務総長は 東京都で非常に欠陥のある選挙だったと批判する声明を発表し解決に取り組み姿勢を表明した。京都市で開かれた G8 外相会合では選挙活動における野党妨害を有料する声明を採択。また、7月7日から開かれた第34回主要国首脳会議においても協議され。 7月8日に、ムガベ大統領の正当性を否定し経済制裁の可能性を含んだ特別声明が採択された。これに対して、ジンバブエは人種差別的だと批判するコメントを発表した。アメリカなどは、国連安保理に、ムガベら政権中数14人に対する資産凍結、渡航規制、武器禁輸などを盛り込んだ対ジンバブエ制裁案を提出し、 7月11日に採決が行われたが、ロシア、中国が拒否権を行使し、賛成9、反対後、危険1で否決された。会員選の議席配分 MDCMT、MDCAMZANUPF、無所属 AFPBB ニュース2007年3月31日。読売新聞東京本社版、2008年3月29日長官外、A。 読売新聞東京本社版2008年4月6日、長官外 A 朝日新聞2008年4月7日、長官第一外方面。読売新聞2008年4月4日、夕刊有二面。AFPBB ニュース2008年4月17日。AFPBB ニュース2008年4月26日。朝日新聞2008年6月20日、長官第一 外方面。AFPBB ニュース2008年6月21日。AFPBB ニュース2008年6月23日。朝日新聞2008年7月2日長官第一。外方面。AFPBB ニュース2008年7月9日。ありがとうございます。